皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。毎週金曜日は青吉のシークレットデイズということで、私が新たな動画シリーズを開拓していくという曜日でございます。前回はお花さんという方と喫茶店を貸し切って対談動画をさせていただいたんですね。だからあえて私はちょっとおしゃれな雰囲気でまったりと話すテイストで配信したんですけど、コメント欄でなんかもたもたしてるから低欲をしましたみたいな。分かってねえなあ、相手してんだろうが。ちょっともうちょっとさ、動画の趣旨はもういい。初っ端からこんな第1回でこんなこと言ってたらやばいですよね。で、早速本題に行くんですけど、本日はお昼かな、ツイッターにペイングという質問箱を設置させていただいたんですよ。視聴者さんから質問をめちゃめちゃ募集しました。でそれをひたすら読んでいくという回でございます。早速行ってみよう。何から読もうかな。カモンベイビー、タメ、タメネギ食べれる、ね、全然もう字余りすごいんだけど、玉ねぎが好きですよ。あゆきちのあの動画のあれだな、これ。次、どぎつい下枝の質問してやるぞ、クレープ。あ、好きな食べ物なんですかっていうことなんですけど、ボケてくる質問多いですね。何これ。好きな食べ物はチーズはんぺんとかチーカマとかココアとか、あとはコッペパン、まあ、いろいろですかね。ミルク製品が好きです。乳製品か。でも牛乳を飲めないの。そのままでは牛の体液なんじゃないのって思っちゃって。ちょっと変わってますよね。カフェ行っても絶対に私はココアか黒糖ミルクとかそういうの頼むんですよ。そういうの牛乳飲めないっていうちょっと変わった人間です。次、勝手に青吉と愉快な仲間たちって名前つけましたが大丈夫でしたか。あ、別に視聴者さんが呼ぶ分にはいいんじゃないですか。あれですよね、歌動画出してる時にピアノとギター2人と私の4人でやってる時の呼び方ですよね。あ、全然いいと思いますよ。ありがとうございます。青木かのんちゃんに質問です。来世の希望は男の子、女の子、トランスジェンダー教えてください。これね、びっくりされるんですけど、私男の子なんですよ。毎回友達に言われるの、突っ込まれるの。だったらそのままでいればいいじゃんって。違うの違うの、そういうレベルの話をしてんじゃないんですよ私は。なんかね、もう生まれた時から内面がこういう感じだったから、女になんないと納得できないっていう部分があったんですね。だから変わっただけであって、普通に男の子に憧れるんですよ。身長180の、髪の毛金髪で、マッシュでサラサラにしてダンス踊りたい、こうやって。いや見えねえか、今踊ってんですけどね。ダンス変わってく、君はもう東方神起ね、呪文っていう歌を今かっこよかったんですよ昔、東方神起。あんな感じになりたいです。次の質問、カノンさんは母親の母国へ行ったことないのでしょうか。動画の会話を聞く限りないように感じます。いや、そんなことないですよ。中学までは行ってました、毎年。ただやっぱり部活をどんどんね、こう高校でもガンガンやっていったから行く暇がなかったんですよ。休みとか本当になかったし、当時で今これでしょ、性別界で。そんなにお父さんとはあんまり交流しないから、実家にも帰んないし、まあ行かないですよね。でも向こうの親戚とは連絡は取ってます、翻訳機を使いながら。言葉をね、使えないっていうのがちょっと大変です。次の質問、お酒はお好きのようですが種類は何が一番好きですか。最近だと梅酒が一番好きですかね。それが好きで、梅酒をいっぱい飲んで酔っ払って帰りのコンビニでデザートを爆買いするっていう。だから布団でやーって、まあ、そういう、わかります、この気持ち。お酒いっぱい飲んだ後ってデザートとか甘いもの食べたくなりません。共感していただいた方はぜひコメントお願いします。次の質問、男です。女の子の身に髪の毛を増やすにはどうすればいいですか。
返せばいいんじゃないの、これって。どういうこと？ちょっとツルツルしちゃってる感じですか？それとは違う？生やせばいいんじゃないの？次の質問。青吉さん、食事会は福岡でしないのですか？ごめんね。もう、すごいめちゃめちゃね、こうやっていろんな地域からこうやってお声かかってるんですけど、いけない現実が。私個人的には行きたいんですよ。ただ、会社的に、ちょっと、透明半だけだっていう感じだったんで、ね、私はあんまりお金の部分だけで動こうとはなんないんですけど、事務所は、まずそこを見るじゃないですか。なら、もうこれ以上言うとなんかもう、お金儲けばっかすんの、かの、ちょっと、なんかいやらしいって言われちゃうから、やめよう。こんにちは、はじめまして、青吉さんの好きなタイプが知りたいです。なんか面白いお笑い芸人さんみたいな人が好きですね。なんだろう、暗いネガティブな感じよりかは明るく楽しくしてる人が好きです。次の質問。幸せだなぁと思う時はどんな時？家族といる時が一番幸せですかね。好きなものとか欲しいものとかはお仕事頑張ればある程度は手に入るじゃないですか、みんな。でも、もう家族といる時って永遠ではないと思うんですよ。やっぱり親もね、こう年取っていつか死んじゃうわけじゃないですか。今の時間をすっごい大切にしたいなとは思ってますね。まだね、おじいちゃんとかおばあちゃんじゃないから、全然そんなことないですよ。だって、ね、若いから、うちのママはマザコンだからちょっと自慢しちゃうけど、ママは若いんだよ。いつもお母さんの美味しそうなご飯を食べていますが、カノンさん料理しないんですか？ぜひカノンクッキングを見てみたいです。一人暮らしするとね、そんなにがっつりと量を作んないから、ほんと手抜きな自炊になっちゃうんですよね。だってわかりますよね、皆さん、その気持ち。一人暮らしされてる方だったら、でご飯炊くときも一人分とか中途半端に炊けないじゃないですか。もう毎回あれですよ、私サランアップくるんで、冷凍庫行きですよ、ご飯。そんな生活もうずっとしたくないの。本当は作りたいんですけどね。次引っ越した時にちょっと大きめなキッチンがある家にしてね、撮影したいなとは思ってます。次の質問。男性の玉ヒュンに似た女性には胸ヒュンがあると最近聞いたんですが、ジェットコースターに乗った際などに経験されたことありますか？どっちのこと言ってんの？玉ヒュンも？わかんない。ジェットコースターはまず乗らなかった、ちっちゃい時から苦手すぎて。胸ヒュン、でもね、私ね、夜ランニングする時あるんですよ。で、たまたまこれでブラジャーをねつけずに走ったら、多少なりともやっぱり皮がこうやって走るこの動作で揺れるんですよ。だから痛いなって思う時はある。それが胸ヒュン、わかんないです。もし青木ちゃんと付き合えるとしたら、どんなことに注意したらよいですか？なんだろう、特にない。むしろ放置プレイ。私付き合ってもね、ベタベタする感じのタイプじゃないんで、なんかお互い自分の時間を確保できる関係の方がいいかな。それが私の希望です。なんかなんで外で犬が鳴いてんの？ここラジオ局だよ。家じゃないからね、まったく。次の質問。カノンさんが高校球児だった頃に好きだった男性はいますか？いません。全くいなかった。もう割り切ってたから、自分が男だったら男は全く興味ないっていう、自分を洗脳してました。カノンさんは同性婚についてどう思ってますか？個人的人間だと日本では認めてほしくないですね。私、どっちでもいいかなって思っちゃう。なんか、他人は他人。ただ、その人が幸せになる方向には行ってほしいから、まあ、あっていいんじゃないかなと思いますけどね。なんか人のことをあんまりとやかく言いたくないんで、その人が幸せに個人個人がなればいいんじゃないのかなって。だからその、なんか制度ができればいいですけどね。難しいけど。次の質問。黒髪と茶髪、男性の髪で好きなのはどっちですか？人にもよるかな。似合ってればいいと思います。赤髪でもいいし。振り切っちゃうけどね。そんな人なかなかいないですけど。
じゃあ次の質問。なんかね、いっぱいコメントあるんですけどね、めちゃめちゃ長文なんですよね。あと下ネタ、なんでこんな下ネタもいいんだろう。読めないからね、言っとくけど、いやほんと下ネタばっかだからさ、こうやって今スクロールしてんの、スマホ。あ、 YouTube で顔出し動画配信していて、今まで一番来て困ったコメントは、あーでもこれは例えば、今どこの子のあそこにいましたよねっていうコメント、それが困るかな。うん、こういう仕事している上では仕方ないことだと思うんですけど、自分の家の近くとかのコンビニとかにいて、駅の近くのあそこですよねみたいな、それはちょっと怖いなとは思います。次、おかまとおばさん、どちらが言われてムカつきますか？おかまって言われたくないからな。だってなんか嫌じゃない？おかまって言われるとあんまりいいイメージないですからね。おばさんの方がいいかな。だったら陰でおかまって言われちゃっても、まあいい、仕方ないと思うんでいいんですけど。かのちゃんの彼氏になる条件って何ですか？ああ、それもさっきちょっとお答えしたんですけど、放置してくれる人、どっちかって。私もだいぶルーツなんで、なんか束縛とかなんかそういう感じはあんまないんで、だいぶゆるく付き合える人が一番いいです。うるせえ、ママうるせえやん。そう、大家さんがね、いるんです、このマンションに。でも大家さんの犬がすっごいの、出入りするとちょっと苦情言いに行く、静かにしてって。逆にいつも大家さんにペコ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 って、もう靴舐めます、ペラペラーっていう感じなんですけど。私はついてみたい職業は何ですか？オフィス、高層ビルのオフィスで働くこと。朝出勤してなんかピッてなんかカードで入っていける。わかります、言いたいこと。私が入ってる事務所の、ウームさんが六本木ヒルズにあるんですよ。かっけえなーって、六本木ヒルズで働くのかっけえなーって思うんですよね。なんか改札口みたいなのがあんの、会社のオフィスに入るとこに。でみんなピッピピッピやってるんですよ。かっこいいよね、憧れちゃうわ。どうですかね、今回のこの新しい試みでラジオをさせていただいたんですけど、楽しかったら続けようかなと思ってます。青吉ちゃんのこの赤いワンピースも可愛いでしょ。これね、何で作ったか分かりますか？なんだっけ、 iPhone アプリのアイビスペイント X っていうアプリで書いたんですよ。全部このラジオブースも、あ、違う、今いるのよここに、私座ってるんでしょっていう感じで、今回はラジオここまでです。どういう風に締めればいいんですかね。じゃあいつものに締めますか。もしこのラジオが楽しければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter と Instagram 最近よく更新してますんで、ぜひチェックをお願いします。フォローしてね、お願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。